ソーストックとファンタスティックス。皆さんこんばんは、ファンタスティックスフロムエグザイルトライブの堀夏樹と瀬越と瀬口玲也です。さてこの番組は CBC 創立70周年のメッセージ未来にワクワクを込めたイメージソングワインディングロード未来へ歌う僕たちファンタスティックスフロムエグザイルトライブがリスナーのみんなにワクワクを届けることをテーマにお送りしていきます。今回も新型コロナウイルス対策として僕らの目の前にはアクリル板が設置されています。またスタジオ入室時の検温手先の消毒も行っています。リスナーの皆さんも手洗いうがいとても大事ですので必ず行ってください。そして先週からですね、今まで2人でやってきたんですけど3人になりました。おお、おい、はい、距離はちゃんと取って安全第一でやってますので、って感じです。はい、はい、お願いします。お願いします。まあ前いつもここで僕の近況を話してるんですよ。はいはいはい。でも最近あれですね、近況といえばもうとあるリハしてますよね、みんなで。ああそうだね、はい、毎日リハしてますね。リハしてますよ。リハが再開しましたんで朝早いんだよ、リハーサルのちゃんと朝から動いてますかね。眠いレイヤーなんか一言も喋ってないからね帰って爆睡してますわかる、でもその感覚そうですねって感じです。さあじゃ あ, まあ早速いきますか。はい、それではソーストックとファンタスティックスマザー、このナンバーをお聴きください。こちら CBC 創立70周年イメージソングになっているナンバーです。ファンタスティックスでワイニングロード未来へ。お届けした曲はファンタスティックスフロムエグザイルトライブでワインディングロード未来へでした。ソーストックとファンタスティックス、ファンタスティックスフロムエグザイルトライブがお送りしています。ソーストックとフォーファンタスティックス。改めましてこんばんは、ファンタスティックスフロムエグザイルトライブの堀夏樹と瀬越と瀬口玲也です。ということで、まあ、前半は僕の近況も話しましたけども、お二人は近況どうですか？最近何やってますか？ハマってるもの。変わってないな、ずっと。あずっと変わんないな俺は。ゲーム漫画とかだ。もうあれですもんね、それに至っては自粛期間とか関係なく関係ない、通常運転ですもん、ね、もう確かに。うん。あ、まあ、MPC はハマ、ずっとやってるね、今。そうだ。前回、瀬越さん登場した時に、ちょうど買って、届く。前だったよね。前。届いて、もう日夜触ってますよ、あれでもやってましたもんね。テレビでも。あ、そう、やった。収録でもやったりとかして。めちゃめちゃ面白いよ。毎日やってます。ほぼ毎日触る。暇さえあれば触っちゃうよ、あれ。まあ、そうですよね。僕もあれです、一緒です。もうギターも暇さえやれば触っちゃうみたいな。触っちゃうよね。触っちゃう。音出ると楽しくなっちゃうんですね、あれね、うん、めっちゃ分かるな。できるようになってくれた、だんだんね、うん、もうずっと毎日触ってるわ。レイヤ君どうですか？僕はそれでこそ最近で言うと、僕もゲーム、珍しくハマってて。意外、珍しい。まあハマったというか、眠っていたプレイステーション3が復活したのか懐かしいな。3、はい、3、はい、もう家あってプレス3がで見てて、あれちょっとカセット最近なら安くなってんじゃねと思ってでちょっと最近グラセフ買って、やば、グラセフね、ミッションしまくってます。懐かしいね、いいな、グラセフ。俺もレイヤー君ゲームのイメージだと、もうサッカーゲームしかしないイメージだから、うん、そうそうそう。サッカーゲームでも最近やってないですか？サッカーゲームは。サッカーゲームはね、あ、やったね、やった、やった、やった。けどなんか俺思ってたのは2012だったの。うわ、ふめ。だから最近のサッカー事情のニュースとか見ててさ、うわ、あの選手やべえなと思って、いざ使っていたらいないんだよ。だよね。8年前だもん、ね。そう。変わりまくってるでしょ、だって。何周もしてるわ。しかも最新版がやっぱ綺麗すぎて、ちょっとやっぱ当時はリアルだと思ってたんだけど、やっぱ変わってるなっていうのは。も当時も何この機敏な動きと思ったけど、そうそうそう、今じゃ呪いんだね。うん、なるほど。メンバー同士でやったりする？ああ、やるよね。やりました、やりました。それこそ前にレイヤ君の家で、ウィーレ大会やって、ね、やって全然決着つかないですよ。いや、もう因縁の中でした僕は、ね、はい、2人がうまいの一番優勢とかもやる。いやでもなんかソータとかあんまりうまくないですよね、意外と。あ、そう、うん、その時全然うまくなくて、もう僕ら全く多分技術が一緒なんでしょうね。あ、なるほどね。3点取ったら3点取り返すんですよ絶対。本当に今引き分け状態？いや、
僕が最後負けましたね。つきました。そうなんだ。一度そのみんなで集まって、まあ、やれる入れやれるメンバーで集まって大会を開いて、でそれで、まあ、ソータが初めてその入れをやる時で、初めて対戦僕らする時に、まあ喋ってましたね。いやマジで本当に僕強いんで、サッカーだけは本当に負けられないですみたいな感じで来たんですけども、ボコボコにしてやりましたね。本当ずっと口は動くけど全然手が動かない。解説者に回ってたもん。懐かしい。そうですね、という近況ですけども、じゃあこの辺で早速リスナーの皆さんからのメッセージたくさん届いてますので紹介していきましょう。はい、じゃあ行かせていただきます。はい、ラジオネーム筋肉マンアンマンカレーマンさん、神奈川県女性の方です。皆さんこんばんは、いつも楽しく聞いてます。突然ですが皆さんの中で腕相撲をしたら誰が一番強いですか？そもそも腕相撲ってしますか？私の予想では世界さんと優勢がいい勝負するんじゃないかと。私はソータ、ソータ君には勝てる気がします。ちなみに私はバスケ部で女子で一番強いです。お、はいはいはい、挑戦者あるある。お、腕相撲、腕相撲誰が一番強いですか？これやりますか？なんかすげえ昔にやったよね。やりましたね。パンタロン、あのスタジオの床で確かやってたけど。やってたよね。何も机もない場所。誰、沢夏は強かった。レイヤー強かった。いやレイヤー君ですね。ね、確か。え、強かった。まあ、勝ってはいたんですけど、あれって難しいのが力だけじゃ勝てないじゃないですか。そうそうそう、腕相撲って。そうだね。だから多分本当にやったら、誰なんだろう。まあ、最下位やったらソータでしょ。まずソータ系と多分その2連覇のその2人だと思うんだよな。大輝も弱かった気すんだよな。大輝くんやってるとかあんま見たことないな、確かに。あと誰だ、夏希くんはそれこそテクニック派なんだね、うん、そうだよね、うん、技巧派だよね。視点力点作用点使ってくるからグイッてひねり込まれるタイプで。レイヤーも力のグラフだけ飛び抜けてるタイプ。僕と優勢は確かにそう。そうですね、力で優勢対レイヤーってやったことあったっけ？いやー、やったことあるのかな、覚えてないけど、ないことは多分ない、うん、なんかお酒飲んでる席とかでやってそう。やってそう、覚えてないけど、うん、けど多分パワーは全然強いんで、優勢がその能スキルを身につけないと勝てないかもしれないですね。ちょっとあれ始めたらいけるんじゃないですか。あ、手首系ね。手首系、あ、ちょ、ナンバーワン決めたいね。そうですね、やりますか。最近やってないですか、ね、そう、最近やってないね。そういうのやってみたいですね。やってみましょう。とりあえずあの下からやらせましょう。そうだね。最弱と最強は決めとこうかとりあえず。それやってみたいと思います。じゃあ世界さんお願いします。はい、はい、佐藤大輝にキュンジニをさせられている私デサーさんから。いや、名前の癖が先ほどから。何なんだ、愛知県の方すごいな。学生時代何時に朝家を出てましたかっていうメッセージですね。私は7時ぐらいです。 あと家から何分ぐらいで学校に着いてましたか、あと自転車で通ってましたか。ちなみに私は自転車で40分かけて行っています。わ、行く時の道がデコボコしていて、学校に着いてすぐ急な坂があるので教室入る前には疲れてしまいますということですね。一緒だ、一緒、俺一緒っすね。40分、高校全くその人の通勤時間じゃない、通学時間と全く一緒です、うん、あ、そう、もう僕も40分ぐらいかけて電車でまず10、20分か乗って電車で行って、そこからチャリに乗り換えて15分ぐらいかけて行って、で最後に大きな坂があるんですよ。僕の高校山奥の学校で、もうそこ上がるので毎回も夏なんてひどいもんだね。白シャツびしょびしょ、これから学校っていうのに ね、 確かにね、そうそうそう、始まる前にびしょびしょなんだもんね。そう、でも僕はもうそれプラスアルファですね。もう嘘、もうちょっとなんか1時間くらい、マジめっちゃ遠くて、まず最寄り駅までがすごい遠い、だから自転車で15分くらいかけて最寄り駅まで行って、うん、でその後電車を、地上の電車を乗ってとりあえず行って、で地下鉄にまた乗り換えて、ま、学校の最寄りまで行って、あ、え、なんでそんな学校行くの？行きますよ。まあ、そもそも遠くない？遠くないって話です。あ、まあ、確かにその頃多分行ける学校はそこら辺しかなかった。そういうことね。そういうことね。僕はあれでしたね。めっちゃそこの高速が良かったんですよ。あ、そうなん。高校？高校の話なんですけど、高速がちょっと緩めで、あ、 そ、 うなんだ。その代わり勉強ちょっと頑張ろうみたいな感じだったんで、勉強頑張って入ったんですよ、そこ。高校俺電車だな、全部自転車なかったな、まあ、家からバスで駅行って、うん、あ、でも俺も1時間ぐらいかかってたかも。あ、じゃあ結構遠いですね。うん、遠かった。あの電車いいっすよね、なんか
こう、うん、毎回こう車両でこうあるじゃないですか。うん、なんかいつもの。あ、いつものメンバーじゃん。いつめみたいになってるよね。電車の中でね。違う学校でも電車だと一緒になるんですよ。ああ、なるほどね。高校が違って、で、中学の時の友達も乗ってたりとか。あの時間意外と好きだった。いや、学生あるあるだな。学生あるあるだね。誰が一番こう、電車のドア入って一番横の端に誰が行くのかっていう。あそこっすよね。誰が一番最初に並ぶか戦争あったな。あそこ大事っすよね。わかる、めちゃくちゃ。面白い。通学だけでもこんなに広がりますからね。ね、面白いな。ということで、こんな感じで皆さんのメッセージ紹介していきますので、じゃんじゃん送ってください。そして、今夜はこのコーナーやってみたいと思います。ファンタスティックスのソーストクトポ、瀬口レイヤー。おー、来ましたね。こちらですが、ファンタスティックスフロムエグザイルタイブのメンバーの1名が最近ワクワクしたことを発表してもらうコーナーです。まあ、前回もレイヤ君やってますからね。やりましたね。もう経験済みです。ちなみにもう世界さんも経験してますから、はいはいはい、これは。いやー、そんなワクワクないよ。そんな頻繁にワクワクないよ。そんな頻繁にワクワクないよ。まあ確かにそれをね、絞り出さないとな。絞り出さないと。しかもこれ一人喋りですから、難しいのが。いやー、俺らがあんまり突っ込めないっていうところがね。え、これも大丈夫だね。その制限ないんだよね。これも制限ないっす。いや、好きなだけ話してもらって。まあ、はい、わかりました。お、行きます。はい、それでは行ってみましょうか。ソーストクトフォー瀬口レイヤー。はい、僕、まあ、最近こうモバイルとかブログ等でこうおうち時間とか行って、あのメンバーの皆さんとか、あの先輩方 EXILE さん、うん、3代目さんとかがこう最近家でハマってるものみたいなものをこういっぱい取り上げられてて、僕都市伝説にめちゃめちゃハマってで、それでこそあの岩田さんが挙げられてた直木マンショーさん の、 あの都市伝説をこう面白いって乗っかってて、でそれを見てもう僕の考えてた世界じゃないことも起きてたり、知らないこと知れたことみたいな、知らなくてもよかったなーっていうこともあったりとか、まあけどその人がこう更新される、毎回公開されるものがもう最近がそれ楽しみで、配信されるもの。あともう一つハマってるのがペーパーハウス。まあこれもちょっと、まあだいぶ前にちょっと流行ったんですけど、今僕そのなかなかこう映画とかドラマがあんまりシリーズものを見るのがあんまり苦手で、うん、この機会にこう見るようになって、まあ、ペーパーハウスもパーって見て、うん、もうそこら辺はめちゃめちゃハマって、もう毎回次見よう次見ようのワクワクが半端ないですね。以上です。喋りきってもらいました、はい、今回も。じゃ あ、まあ掘り下げていきましょうか。おい、ということで最初、都市伝説。はい、来たね。直木マンショーさん、うん、そう、俺ちょっと存じ上げないですね。世界さんももちろんですよね。いや、もうね、そ、僕も都市伝説大好きですから。あ、確かに確かに、はい、直木マンショーさんはね。それは何ですか、更新されていくんですか、その、そ、 YouTube のチャンネル。あー、 YouTuber。 そうそう、なるほど。都市伝説系 YouTuber ですね。YouTube で見る感じなんですね。あれいつぐらいから始められてるんですか。2010何年とかじゃない。10、めちゃめちゃ古いもの、めっちゃ古いですもんね。でもガン様とかが見出して、俺らとかがエグゼルの楽屋で直木マンションを見てるみたいなのは、2018年ぐらいかな。ああ、もうそこから始まってる。そこでも話題になってる、ね、最近やばくないみたいなのはよく話してた。いや、すごいんだよ。止まっちゃう。本当にもうな、聞いてる限りだともう結構掘り下げて見てる感じだもんね。だから、うん、そう、しかもなんかそういうの好きなの。だからもともとこう神社とか行くの大好きな性格だから。好きだよね。運とかこう塩とか、そういうの大切にするタイプだから、だからそういうなんか神の信者系の話が相当面白くて、うわ、なんかラジオで話せるなりますこれ、もう普通には、なんだろうな、あ、はい、終わった。はい、なんかこう人間のこうサイクルみたいなっていうのがあって、うん、はいはいはい、でこうやっぱりこうネガティブ思考だったりポジティブ思考だったりっていうもののある中の、やっぱりこう人が影響してくるものって、ちょっとあんま覚えてなかったな。見て満足するやつ。見て満足しちゃうやつだ。いやけどなんかそれがめちゃめちゃためになって、こう生活の、あ、あ、あ、来た来た来た。あの、これ一つあるんですけど、あの、
こう人間の人生でこう楽しんでる時間って相当短いらしいんですよ。だからこうまあいわゆるさっき話した通学時間、勤務時間とかとか、あ、通学こう通勤かの時間で使う時間で、家の掃除をする時間、あとはこう会社で仕事をする時間もちろんで、こういうのを全部で合わせて自分のこう自由とされる時間って相当短くて、何年って言ったかな、もう本当に、まあ、平均寿命80歳ぐらいじゃないですか、それで自由な時間ほぼ15年とかしかない、ほぼもうギュッと本当に自由な時間だけみたいなのを集めたらもうそれぐらいしかないぐらい、もう人間のやってるもうその生きるためにやってる時間だ。例えばお風呂入るとかもそうだし、確かに、まあけどその話聞いて、まあご飯食べる時間とかも生きるために必要な時間って言ってたんだけど、まあ意外とご飯食べるのも楽なっていうか好きな時間だなっていう、まあけどいろいろこうあって、その自由とされる時間はそれだけ短いんで、皆さん時間を大切に生きましょう、という、なんか都市伝説って聞いたらちょっとゾクッとする話イメージするけど、そうそうそう、意外となんかお頑張ろうって思う、そうためになることが多いんだよね、そういう話もあんだ、そう、ああ、じゃあちょっとね、なんか食わず嫌いみたいなのちょっと良くないね、じゃあ、うん、けどちょっとあのやっぱ避けてるのは幽霊は本当にいるのか、ああそれはちょっとやめとこうかな、ちょっと僕もねそこはもうね、うん、あのトップ画面からちょっとめちゃめちゃ怖くて、本当に再生できない、避けた方がいいとこは避けた方がいい、ね、今日僕見てないですけど、どうなんですか世界さん、あれ世界さんそういうのもうバンバン見せますもんね、いや僕はねちょっと最近プロ級出すからね出すからプロ級になっちゃいましたからね、もうやばいですね、なんかたまにリハーサルでも、はいはいはい、前はなんか端っこの方であのスタッフの方とそういう話とかしてましたもん、ね、フリーメイソン系の話もしてる、いや全然してる、全然してる、しんなんかさ、なんかシンプルに、はい、なんか世の中のなんだろう心理とか、はい、自分の知らない歴史とか知りたいじゃん、そうっていうところから始まって、中学校ぐらいからだからこれ、ハマってるのが、そんな中学校から気になってて尽きないんですね、うん、都市伝説更新されてんすね、やっぱ、まあ、すごいよ、伝説は世の中にはもうね、この地球という中にもいろんなもののストーリーがありますから、だってまだ2020年、はい、じゃあそもそも2020年の0年はどっから始まってるのっていうの分かんないくない、まあ学校で習うけどはいはい、はい、なんでそもそもみたいな、確かに考えたこともないですね、じゃあ、はいはい、人間2020年って勝手に決められてるけど、はいはいはい、えみたいな、はい、確かにな2020年前は何があるのみたいなさ、確かに気になるな、地球ってどうやって生まれたの、人はいるもんですよね、そうそうそう、これハマるよ、これハマるな、うん、ちょっと僕も見てみますね、ぜひ来週多分あの近況報告で言ってると思ういや絶対これ好きだよね好きです、好きです、見ちゃうとでも好きだと思うよ、だそれで言うと、今リハイシャーで太一さんいるじゃん、太一さん、はいはい、太一さんめちゃ好きだから、うん、いやもうそこ二人で喋ってるめちゃめちゃ見れるんだよ、やばいやばい、そこめちゃ話合うんだろうなと思う、めちゃめちゃ合う気になる、見てみますね、はい、あ、ペーパーハウス、あ、ペーパーハウス、そこは触れてないペーパーハウス、ペーパーハウスですか、ペーパーハウスはドラマですか、ドラマです、あ、ネットフリックスの、見てないんだ、僕も見てないですね、あ、見てないですか、めっちゃ名前聞く、でもいやもう本当、いやでいろんな人が言ってるし、うん、あの僕らが脚本ファンタスティックナインで書いてくれた鈴木治さんも、うん、SNS でペーパーハウス面白い、もうおさむさんが面白いって言ったら面白くないわけがないねと思って、なかなか結構やっぱシリーズが4シリーズ今出てるんで、まあ、時間はちょっとかかっちゃうんですけど、まあ2話3話ぐらいかもう、わーはーってですよ、もうな、結局まあ強盗団の話ですね、こう、そうなんだ、はい、物語ですね、まあただその中にいろいろ物語があって、へー、もうなるほどね、ドラマが生まれてきて、もうじゃあ一気見じゃないですか、一気見ですね、寝れないやつだ、寝れない寝れない、これ多分すいません、また多分こう夜更かしをさせてしまうかもしれない、世界さんに、あ、そんな感じ世界さんも1話とか見たらこう追求しちゃうタイプじゃないですか、あ、そういう感じだ、もう止まんなくなっちゃいます、あれはマジで、明日のリハーサル眠そうなの2人になっちゃうじゃないですか
そうか。そういうことですかね。でもちょっとね、忙しいんだよね。その真相を追求するのに。いやー、そうですよね。アニメとかもありますもんね。そうなんだよ。見るものがね。見るものありすぎて、ね。そう。ジレンマ。ジレンマね。ジレンマの話。ジレンマの、はい、そうだよ。ね、ジレンマ、それこそ一気見ですよ、僕も。ジレンマハマっちゃった。ジレンマハマっちゃった。わかんないくない、まあ、学校で習うけど、はいはいはい、なんでそもそもみたいな、確かに考えたこともないですね。じゃあ、はいはい、人間2020年って勝手に決められてるけど、はいはいはい、えみたいな、はい、確かにな2020年前は何があるのみたいなさ、うん、確かに気になるな。地球ってどうやって生まれたのみたいな。人はいるもんですよね。そうこれハマるよ。これハマるな、うん、ちょっと僕も見てみますね。ぜひ来週多分近況報告で言ってると思う。いや絶対俺好きだよね。好き好き見ちゃうとでも好きだと思うよ、うん、はい、だそれで言うと今リハ一緒に太一さんいるじゃん。太一さん、はい、太一さんめちゃ好きだから、うん、いやその二人で喋ってるめちゃめちゃ見えるんだよ。やばいやばいやばい、ね、そこめちゃ話合うんだろうなと思う。めちゃめちゃ合う。気になる。見てみますね、はい、あ、ペーパーハウス。あ、ペーパーハウ ス、ね、そこは触れてないわ。ペーパーハウス。ペーパーハウスですか。ペーパーハウスはドラマですか。ドラマです。あ、ネットフリックスの。僕も見てないですね。見てないですか。めっちゃ名前聞く。でもいやもう本当、いやでいろんな人が言ってるし、うん、僕らが脚本ファンタスティック9で書いてくれた鈴木おさむさんも、うん、SNS でペーパーハウスは面白い、もうおさむさんが面白いって言ったら面白くないわけがない。ね、と思ってなかなか結構やっぱシリーズが4シリーズ今出てるんで、まあ、時間はちょっとかかっちゃうんですけど、まあ2話3話ぐらいかもうわーはーってですよ。へー、結局まあ強盗団の話ですね。こうはい、物を盗む。まあただその中にいろいろ物語があって、へー、もうなるほどね。ドラマが生まれてきた。もうじゃあ一気見じゃないですか。一気見ですね。寝れないやつだ。寝れない寝れない。これ多分すいません、また多分こう夜更かしをさせてしまうかもしれない。あ、世界さんそんな感じ。世界さんも1話とか見たらこう追求しちゃうタイプじゃないですか。あ、そういう感じだ。もう止まんなくなっちゃいます、あれは。マジで明日のリハーサル眠そうなの2人になっちゃうじゃないですか。そうか。そういうことですか、ね、いやでもちょっとね、忙しいんだよね。その真相を追求するのに。いやー、そうですよね。アニメとかもありますもんね。そうなんだよ。見るものがね。見るものありすぎて、ね、そう。ジレンマ。ジレンマね。ジレンマの話。ジレンマの、はい、そうだよ。ジレンマ、それこそ一気見ですよ、僕も。ジレンマハマっちゃった。ジレンマハマっちゃった。いや、僕もハマってましたよ。あのね、外国の方がもうすごいですね、求め合うっていう。いやもう求め合ってね。もうオスとメスがもうサムネがすごいもんね。ジレンマもう我慢できないですよね。我慢がカタカナのとこがいい。何を我慢できないのか。いや、ね、ちょっとね、男子はそそられちゃう。大好きですよ。面白いですね。何を我慢しているか見てみてください。はい、ということで、さてそろそろお時間が来てしまいました。この番組では普通のお便り、普通お便り、番組の感想、相談、雑談、そしてソーストックフォーマルマルのコーナーでは現在夏の思い出を募集しています。宛先は CBC ラジオソーストックフォーファンタスティックスの番組ページから送れますので、じゃんじゃん送ってください。それではここで1曲お届けしたいと思います。この曲はですね、通勤通学時間に聞くのいいんじゃないでしょうか。それでは聞いてください。ファンタスティックスフロムエグザイルトライブでターミナル。お届けした曲はファンタスティックスフロムエグザイルトライブでターミナルでした。ファンタスティックスフロムエグザイルトライブがお送りしてきましたソーストックフォーファンタスティックス、エンディングのお時間です。まずはファンタスティックスフロムエグザイルトライブのお知らせです。 LDH パーフェクトイヤー2020カウントダウンライブ2019-2020ライジング DVD& ブルーレイが7月29日水曜日に発売決定としました。特典内容は公式ホームページをご覧ください。そして公式 SNS アカウントですが TikTok にて、タルトタタンチャレンジ出ます。ぜひチャレンジしてみてください。ということで、
今日はもうおしまいとなりました。あっという間ですけども、はい、うん、やっぱ先週も言ったんですけど3人になると早いっすよね。なんかそうだね、早いですね、早いね。だから僕ばっか喋ってた気がする。確かにね。なんか一つだけ、じゃあお二人のこう最近のハマってるシリーズ作とか教えてください。あ、なるほどね。なんだろうな。ちょっと待って、ちょっとこれはね、本気でいきます。検索ポチポチタイム始まりました。なるほどね。あ、でもな、正直まだ見てないやつもあるけど、全然途中とか、めっちゃ見たいやつあって、あ、見たい、韓国の映画で、おう、エクストリームジョブっていう映画があって、はいはい、それめちゃめちゃおすすめされたんだよね。どんな話なんですか？コメディなんだけど、そのなんかね、すごいアクションコメディらしくて、絶対世界くん好きだよって言われて、それまだね、見れるあのフォームを探してる段階なんだよね。そんなあれ簡単に見れない。めっちゃ最近の映画で、そう、でめちゃめちゃ面白いよって言われた。夏希は？僕はまさかですけど、はい、あの宇多田ヒカルさんの2018年のライブツアー聞くほど見てますね。あ、見てる。聞くほど見てる。あれめちゃくちゃいいね。めちゃめちゃいいです。いや、俺見たかったんだよな。めちゃめちゃいいです。あっという間に終わっちゃうから、ハイパーいい。そうなんだ、面白い。お、意外なところですけど、見に行ってた友達が、いいの、生で、すごいっすね、面白い。 LED のなんかパネルとかも面白いんだよね。あ、そうなんだ、そういうの。なんか楽しいな。普通に趣味の話とかしちゃった。趣味趣味、はい、ということで来週土曜日夜7時半にまたお会いしましょう。今夜のお相手はファンタスティックスのエグザイルタイプの堀夏希と世界と瀬口玲也でした。バイバイ。